はい、どうもこんにちは、元です。今日はですね、TS 第6弾の秋山選手を使ってリアタイの方をやっていこうかなと思います。で、秋山選手ですね、極みにして今日使っていこうかなと思うんですが、まあ能力紹介としましては守備が、A ですね。で、弾道が高弾道でミートが85、78、75ですね。で、もう守備は積極なのでもういいですね。センターライン確保できてない方は秋山選手もし持ってたらめちゃくちゃいいと思います。で、能力としましては超アベレージヒッター固め打ち選球眼ですね。で、今回はちょっと5試合ほどやってですね、秋山選手の打席のみちょっと映していこうかなと思います。なので、まあちょっと使用感というかどんな感じなのかなっていうのをちょっと見ていただければなと思いますので、じゃあリアタイの方どうぞ。はい、秋山選手使ってみてですね、まあシンプルにですね、ミートがでかいので、まあ使いやすいっちゃ使いやすいですね。で、ホームランも打てましたし、まあヒットももちろん打てましたし、まあちょっと僕が下手くそなのでちょっとね、あのアウトになる場面ももちろんありましたけれども、まあ比較的やっぱり守備もいいので使いやすいんじゃないかなと思います。ただやっぱりあのセンターでいうと丸選手とかですね、最近広島の丸選手とか、まあセンターのギータとか持ってる方とか、
あと誰がいるかな、最近だと近本選手もちょっと人気ですし、うん、まあ、近本選手より秋山選手の方がいいかもしれないんですが、そうですね、やっぱり僕自身で言うとちょっと丸選手の方が、まあ、パワーも A 乗ってるし、うん、守備も A だしってことで、ちょっとリアタイは丸選手をスタメンで使おうかなと思います。一応秋山選手は代打枠に入れておこうかなと思いますので、まあちょっとですね、シンプルに調子が悪くてちょっとミートでかくしたいなとか、そういうのがありましたら秋山選手使うっていう形になっていくのかなと思います。はい。で今後もですね、ちょっと阿部選手とか青木選手とかね、あの TS 第6弾で当たりましたので、まあそこら辺もちょっと使ってみた動画をやっていこうかなと考えておりますので、今後の動画もしよろしければ、ご視聴よろしくお願いします。今回の動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。